はい、場所はね、ここ、リエーニエのここなんだけども、ここにね、あ、違う、ここにね、もうすでに南海神でもいいよ像があるので、中入っていただくと、まあ、とんでもないことになってんなっていう。うわー、そうするとなんか、来ましたね。ということで、出て。ちょ。まあこれもね、いつもの通りね、無理に近距離で戦う必要って、全くないので、うん、それもね、フィールド上で戦えるので、別に近距離で戦いなさいってわけじゃないから、ここでね、普通に、倒せるんだよね。ちょっと来ねえな。およし。いて。しっかり当たってるし、まあでもね、距離も相当あるので、来たかな。別にここで戦わないといけないってわけではなくて、フィールド上ね、こうやってわざわざオープンワールドなんでね。自分の不利なところで戦わなくていいんで、別にこういう戦い方しろってこの魔法使えとかそういう意味じゃなくて、まあ、馬も使えるしね、あと遠くからも攻撃できるので、わざわざ近くからね苦労して倒す必要は全くないよっていう。で、探検自体はさほど威力があるわけでもないので、なんで適当にね、倒してくださいと。マイプで十分戦えます。いってー。やべ、あとね、ここにね、いっぱいこのブラッドローズってあるので、まあこれ確か毒系使うんだっけか、出血系のアイテム作成だっけか、ちょっと忘れてしまったけどもさ、まあここにあるのでね、ここにさっきの敵が出てくるところにあるので、まあ制作するにはね、その出血系だったかなこれ、まあ役に立つので、まあここを拠点にして集めていただければ、まあ難なくね、数取れると思います。はい、そういうわけでね、本日の動画はこれで終わりにします。おやすみなさい。